ご県や検事は、日本の政治家、徳島県海洋町長、全国町村会副会長、徳島県町村会会長を歴任。旧海南町職員、企画室長、助役などを経て1991年に海南町の町長に初当選。4期目の途中である2006年5月に合併に、伴う海洋町長選挙で当選。 同年6月から2014年5月23日まで、浅海岸鉄道社長を務めた。2007年6月に、徳島県庁村会会長に就任。同年7月27日に、全国庁村会の副会長に、寺島光一郎、近藤徳光らと共に就任。2014年3月10日、海洋町議会本議会で今期限りの引退を表明した。 2016年の春の叙勲で、朝日賞受賞を受賞。県庁村会長になった海洋町長のご家にや、ケンジさん。エハコ。2017年8月28日へ閲覧。参選挙告示まで1週間。徳島新聞。2017年8月28日へ閲覧。全国町村回復会長に、寺島乙部町長。 えはこ、2017年8月28日へ閲覧。春の除訓圏内から46人。徳島、毎日新聞。2017年8月28日へ閲覧。ありがとうございます。